こんにちは、アミティ先生です。今日は手書きノートアプリ、ノータビリティの使い方を紹介していきます。皆さん、グッドノーツを使っている方が多いと思うんですけれども、このノータビリティが知らない間にめちゃくちゃ進化してて、すごく便利になっています。グッドノーツにない機能とかもたくさん搭載されてて、本当にかゆいところに手が届くなって感じなんですけども、今日はそんな新機能をたくさん紹介していきたいなと思いますので、あ、こんなことできるんだっていうふうに思ってもらえれば嬉しいなと思います。で、今回のチュートリアルなんですけれども、私の新しい本ですね、iPad Creative Second Best アプリ100にも載っております。もう100個のアプリの解説本になってるんですけども、結構分厚くてですね、かなり読み応えのあるものになります。で、この中にノートアプリですね、今私が激推ししてるノートアプリたくさん載せてるんですけども、その中にもこのノータビリティが入っておりますので、もっとノータビリティをね、知りたい方はぜひこちらも見てもらえると嬉しいです。Amazon から購入できますので、ぜひ概要欄の方を見てみてください。で、もう一つお知らせが、iPad Mate Studio のキャップですね。黒いキャップめちゃくちゃ可愛いんですけど、これが、8月1日から発売いたします。限定オンラインは30個ぐらいになりますので、早い者勝ちということで、ぜひねこちらゲットしていただきたいなと思います。で、もう一つ、8月に iPad イベントがあります。画家の田中郎さんがですね、 Adobe Fresco を使ってこんな感じのリアルな猫のイラストの描き方を紹介してくれます。こちらがですね、8月の18日日曜日ですね。現地のローカルチケットはですね、数量限定になります。一応オンラインでも配信しようと思ってますので、オンラインチケットも購入ができますので、これはめちゃくちゃ面白いイベントになりそうと思っておりますので、ぜひねこちら概要欄のところから、チケットリンク見てみてもらえると嬉しいなと思います。はい、ということで早速ノータビリティやっていきたいと思います。で、ノータビリティ、私ね、結構昔はすごく使っていまして、こんな感じでね、いっぱいノートがあるんですけれども、ノータビリティの特徴としては、こっちの左側にボックスみたいなのがあって、こう、縦書きで見れる感じなんですよね。縦にこうやってどんどん伸ばしていくことができますね、このノートが。結構面白いのが、鉛筆ブラシっていうのがあるんですよ。鉛筆ブラシ。で、こう、斜めにすると、こんな感じで、鉛筆のザラザラ感が出たりとか、これグッドノーツにないですよね、この鉛筆の感じ。で、これを使うとですね、こういう感じのデッサン風のスケッチを描くことができます。他にもノータビリティが出してるスケッチ、こんな感じのがあるんですけれども、こういうのがね、ノートアプリ上で描けたら結構良くないですか。お絵描きする人にはすごくおすすめできるペンなんですけど、めちゃくちゃ描きやすいでございます。で、この投げ縄ツールも結構面白くて、フリーモードと囲みモードっていうのがあります。囲みモードはこういう感じで、フリーフォームはまあ普通にこうグッドノーツみたいな感じですね。面白いのがですね、グッドノーツはタッチしてサイズ変更なんですけど、ノータビリティはですね、こんな感じ、はい、こんな感じで2本指で大きくしたりちっちゃくしたりすることができます。まあ一回一回タッチしてサイズ変形みたいなのを押さなくてもいいので、結構面白いなと思います。あと面白いのがですね、スタイルっていうのがあります。スタイル、これタッチするとここでこの太さを後から変えれるんですよ。まあ色が変えれるのはグッドノーツもあるんですけど、このグッドノーツにはですね、太さ変えられないんですよね。で、あとはこっちの破線、あ、点線にもできますね。あ、こんな感じで、この太さ変えたい問題結構ありません？なのでこの辺で後から変えることができますという感じです。で、あとは図形ですね。図形はこんな感じでギュッて長押しすると綺麗な線ができたりとか、四角とか丸とかができるっていう機能なんですけれども、グッドノーツにない感じなのが、これ後からタッチすると変更できるんですけど、この時にね、ペチってなるんです。磁石みたいな感じで、こう、ピンクの線出てるのわかります？こうね、角のところに合わせた瞬間にペチってなります。これね、グッドノーツにはなくて、ノータビリティは後から変更するときにペチってなってくれるから、それがすごく気持ちいいというか、楽というか、めちゃくちゃいいです。さらにグループ化っていう機能があって、これ私激推ししてるんですけれども、例えば、まあこういう図形を描いたとしましょう。で、これを動かしたいときとか、まあ投げ縄ツールでこうやって囲ってやるけれども、あ、じゃあここだけ、あー、
こうなったりとかしません？なんとですね、ノータビリティにはグループ化っていうのがございまして、タッチしてここですね、グループ化、これを押します。そうすると、これはもう1個のグループになるんですよ。で、この状態でもタッチして大きくしたり、ちっちゃくしたり、回転とかもできる。もちろん投げ縄で、こう、ちょっとだけ囲ったとしても、全部動かすことができます。これ、グッドノーズにも欲しいですよね。で、どういう時にいいかっていうと、こういう時ですよ。これとかも、ほら、あ、下ついてこないとか。ここだけ囲ったらここがこうなるとか、こういうスケッチとかは全部囲ってタッチしてグループ化すると、もうこの状態で後から動かしたりとか調整したりすることができるので、ノータビリティのグループ化は本当に本当に便利だなと思います。で、次テキスト行きましょう。これもめちゃくちゃいいですよ。テキストは普通にこう指でタッチするとテキストを打つモードになるんですけれども、じゃあ例えばこれでテキスト打ちました。そうすると、この罫線、ここの幅に合わせて、ちゃんとこれを入力してくれるんですよ。で、開業したら、ちゃんとこう開業1個開けて、ここにテキストを打ってくれるんです。GoodNotes とか他のアプリでやるとどうなるかっていうとですね、なんかこんな感じだったりするんですよ。ちょっとわかります？このズレがあるというか。ノータビリティはそこがめちゃくちゃ良くて、こんな感じで開業したらね、ここちゃんと1個開いて、感動しません？これ私だけかな。はい、これがすごいいいなと思いました。で、さらにテキストボックスっていうのがあるんですけど、ここに点々点があるので、これ押します。テキストボックスの描画で、クイックテキストボックスをオンにしておきます。で、この状態でアップルペンシルを使ってください。これでテキストボックスを作るんです。まずそうするとこの枠の中にテキストを入力することができるので、さっきと同じやつをペーストしてみます。ほい、そうするとこんな感じで、ここはもうこれを、まあ、図形の中に入れ込んでオブジェクトとして扱うことができるんですよね。で、これにすると色を調整したりすることができます。この背景の色を調整してテキストボックスを作ることができると。で、テキストボックスをサイズ調整すると、その中、ボックスの中に必ずテキストが収まるようになってくれるので、で、ちなみにこうやってね、こうテキストを、ボックスをこのテキストの中に入れると、わかります？文字の上に乗っからずに間にこいつを入れてくれるんですよ。天才これ最高すぎます。で、続きまして数式変換いきます。こちらはね、有料機能になります。課金した方のみになるんですけども、こういう複雑な数式をですね、タッチして、変換して数式にやると、はい、こんな感じで数式に変換することができます。数学をやってる人はめちゃくちゃいい機能なので、こちらが数式変換、こちらが有料機能になります。で、もう一つ録音機能っていうのも有料なんですけど、この録音機能ね、昔からすごいんですけど、自動で文字起こしをしてくれるようになりました。こちら録音ボタンなので押してみます。こんにちは、アミティ先生です。今日はノータビリティの使い方をやっていきたいなと思います。現在録音機能のテスト中でございます。そうするとここ出てきましたね。はい、これで再生して文字起こしをねしてくれて、それがここです。この上のとこタッチするとページとトランスクリプトっていうのがあるんですけど、このトランスクリプトを押すと、ここの言葉をですね、文字起こししてくれております。あ、来た。こんにちは、アミティ先生です。今日はノータビリティの使い方をやっていきたいなと思います。おお、めちゃくちゃ正確ですね。素晴らしい。これをコピーする、タッチしてペースト。あー、来ましたね。はい、ちゃんとテキストとして文字起こしして、これコピーして違うとこに貼り付けることができますね。どうですか皆さん、ちょっとこれノータビリティ使ってみたくなりません？このテキストとかもそうですけど、音声とかもね、めちゃくちゃ進化しておりますので、はい、今日はこんな感じになるんですけれども、ぜひね、あのノータビリティこれ見て使ってみたいって方は使っていただければいいんじゃないでしょうか。はい、面白かったらぜひいいねボタンをお願いします。で、今回紹介したノータビリティですね、こちらの iPad Creative Second Best アプリ100の中にも入っております。もっともっと面白い機能を紹介しておりますので、ぜひ見てみてもらえると嬉しいなと思います。Amazon から購入することができます。はい、ということで今日は以上でございます。皆さんありがとうございます。バイバーイ。